第2弾でございます。渡辺龍之介選手からですね、隠れ家カフェが知りたいよ。もうね、飲み方は自由。ああ、マスターが優しいから、ちょっとね、すぐに壁の色黄色にしてもらっていいですか。口に残るむっちりした感じ。そう、むっちりした感じそうだな、むっちり具合で言うとこれまさに優位です。オールインでございますね。サンロッカーズ渋谷の選手に渋谷を案内してみた。皆さんはじめまして、私サンロッカーズ渋谷勝手に応援芸人の杉達弘でございます。皆さんこんにちは。さあ、この企画はですね、サンロッカーズ渋谷の選手にですね、もっともっともっと渋谷のことを知ってもらおうということでスタートした企画でございます。今回第2弾でございます。前回はですね、関野選手にですね、渋谷の美味しいお肉料理のお店を紹介させていただきました。ツイッターでですね、なんと関野選手から行かせていただきますとのね、コメントもいただきました。関野選手、行きましたかね。ぜひ行ったとしたらですね、感想もいただけたらなと思います。そしてですね、今回第2弾はですね、背番号16、渡辺龍之介選手からですね、渋谷の隠れ家カフェが知りたいよということでですね、紹介したいと思いますけども、沖縄出身のですね、ポイントガードね、司令塔の位置にいる選手ですね。で、あの身長が189センチってね、結構ね、サイズの大きいポイントガードね、このポジションではですね、あんまこのサイズの選手っていうのは結構少ないんですけども、1店舗目の、ツタコーヒーさんにやってまいりました。すごいね、こうなんですかね、落ち着くお店でございますね。こちらのお店ですね、先ほども通ってまいりましたけども、青山学院大学からですね、非常に近い、ものすごく近いです。こっから頑張ればですね、体育館見えちゃうんじゃないかぐらい近いですよね。お庭ね、ねえ、このお庭ですよね。都心にね、ひっそりとこんなオアシスがあったんだ。早速コーヒーの方をですね、いただいていきたいと思うんですけども、どうも、はじめまして。サンロッカーズ渋谷の応援芸人の杉と言います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ちょっと今日はあの津田浩二さんご紹介させていただいてるんですけども、はい、なんかおすすめのメニューがあればそれいただきたいなと思うんですけども、うちはコーヒーって書いてあるんですよ。はい、実はその前にストレートが作る。なるほど。いわゆる一種類の豆だけで出しているという。一つの豆で挽き方、グラム数、入れ方でこれだけコーヒーって変わるんですよって、これだけ楽しめるんですよっていうのを基本としてる。なるほど、そうだったんですね。もう何も考えずにね、一般的だなと思って僕もブレンドコーヒー飲んでましたけども、じゃあちょっとね、その津田浩二さんのそのストレートコーヒー、はい、いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お待ちどうぞ。ありがとうございます。コーヒーが僕の手元に届きました。聞いたんですけど、やっぱマスター、これコーヒーは、はい、香りから楽しんだ方がいいですよね。いや、もうね、飲み方は自由。自由、ああ、そう。でもね、サンロッカーズ渋谷のね、チームの応援の仕方もそうなんですよ。みんなね、絶対これしなさいってなくて、みんなそれぞれね、あの好きなように応援していいよっていうのがね、はい、サンロッカーズ渋谷のファンの人たちなんで、せっかくなんでね、僕は香りからいただきたいと思いますけど。いい香りですね。もう香りだけで十分なんじゃないかと思っちゃうぐらい。いい香りでございます。じゃあちょっといただきます。すいません。はい、ああ、美味しい。ありがとうございます。ついね、二口三口進んじゃう。香りがやっぱ払い抜ける香りがいいですね。あのね、味覚の中で、はい、喉、舌、鼻、あと気分ってのがあるんですよ。なるほどなるほど。その気分の中がその風味になるわけ。なるほど。庭の緑を見て、はい、ゆっくりして音楽を聴いて、はい、でこれお客様のですよってこうね、うんうん、パフォーマンスがして、これが味なんです。味なんですね。さあね、コーヒーいただいておりますけども、マスター、はい、なんか他にもちょっとおすすめがあるって聞いたんですけども、チーズケーキですね。一番好きです。お待ちどうさまで、ね、話してました。届きました、レアチーズケーキでございます。ブルーベリーソース、ね、ブルーベリーソースです。こう、じゃあ最初はちょっと、あの、いや、一緒、もう食べ方も自由です。そっか、食べ方なんてね、ああしろこうしろないんだと、自由に食べろやとね。ありがとうございます、いただいております。じゃあちょっといただいてみましょうか。ちょっとじゃあね、せっかくなんでブルーベリーの乗せてさせていただいて、はい、ちょっと待ってくださいね、切ります。すいません。それでいただきます。
美味しい。ありがとうございます。結構甘いのかなと思ってるんですけど、意外とさっぱりしてますね。コーヒーに合うように合う、こうちょっと酸味と、あとチーズの酸味とちょっと相まって美味しいですね。ありがとうございます。これ元気いったら次コーヒー飲みたくなる味ですね、本当にね。でこれまたコーヒー行くとまたこっち行きたくなっちゃうんですよね。でこっち行ったらまたコーヒー行っちゃう。これは1杯と1個じゃ足りないですね、これね。5、6個ちょっともしかしたらマスター頼んでこういった方がいいかもしれないですね。まだそういうお客さんいらっしゃらないですか。いないですか。そうか。もしかしたらね、渡辺龍之介選手来るかもしれない。大体189センチで僕よりちょっと大きいぐらいの、ちょっと可愛らしい顔した子が来るんで、ね、そしたらぜひね、よくしてあげてください、ね。あ、わかりました。よろしくお願いします。あの学校の190センチあるのもあのお見えになってますよ。あ、そうなんですね。これもしかしたら渋谷の選手来てるかもしれないですよね、試合前とかに。2メーター超えるね、外国籍の選手もいるんで、一回ここみんな連れてきたいですね。うちは天井低いんでね、はい、190いくつありますからね。どうしても歩くときにどうしてもこういう感じだ。もしかしたらこれハレルソン・マカドゥ手に来たらこれぶつかっちゃうかもしれないですね、これ ね。もしかしたらその時はね、楽しみにしてます。はい、よろしくお願いしますね。その時はぜひね、このレアチーズケーキとコーヒーをね、好きな飲み方で、これ好きな飲み方がもう鼻から飲んだっていいし、もうまあ今のところいらっしゃらないけど、いないですよね。いいと思いますよ、それは。そういう飲み方っていいわけですからね。ちょっとね、この、お店の空気が今一回凍りつきましたけどね。そんなことないですよ。そんなことないですから、もう本当にマスターが優しいから、試合に負けたとか悔しいとかっていう時はね、マスターにこれ話聞いてもらったらちょっと落ち着くんじゃないでしょうか。さあ、ということでですね、スターコーヒーさん紹介させていただきました。リュウちゃん、ね、ぜひちょっとね、スケジュール的に厳しいかもしれないけども、試合前とか試合後、あとはですね、頑張ってハーフタイムね、ぜひここにね来てみてください。そしてコーヒー飲んでちょっとね体落ち着かせて、試合に臨んでみてください。さあ、続いてですね、2店舗目に移動してまいりました。アンドシーさんというお店ですね。ツイッターでですね、おすすめのとこありますかって紹介させていただいたところでですね、皆様から、いただいて、こちらのアンドシーさんがいいぞということで、来させていただきました。お店も可愛らしいお店でですね、こうちょっと通りにね、あってちょっとおしゃれなお店なんですけどもですね、早速ね、このお店のことちょっとどんなお店なんだっていうのを聞いてみたいんですけども、すいません、佐野さん、あ、佐野さんでございます。はじめまして。よろしくお願いします。このお店はどういったお店なんでしょうか。はい、一応コーヒーのセレクトショップというコンセプトに、お客様とその渋谷のロースターをつなぐ、カフェとして昨年の7月にオープンしました。なんか渋谷の選手ともなんか関わりがあるっていうのを聞いたんですけど、そちらの、渋谷コーヒープロジェクトというプロジェクトの一環で、あのサンロッカーズ渋谷さんのトリップバックコーヒーを作っています。なるほど。田渡修斗が、はい、やったやつですね。はい、そうです。なるほど。でもちょっとね、そんだけ渋谷とつながりあるにしてはちょっと黄色が少ないなってちょっと思いますけどね。ちょっとね、すぐに壁の色黄色にしてもらっていいですか。明日します。はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっとおすすめしたいってことで、はい、ちょっとこちらのお店のね、おすすめのものなんかも、はい、ちょっと紹介していただきたいんですけども、はい、何でしょうかね、おすすめというと、プリンになるんですけれども。こだわりのプリンなんですか。一応お店で全て、プリンもケーキも全てお店で手作りのものをご提供させていただいてるんですけれども、最近 SNS でよく取り上げていただいてます。なるほど、はい、じゃあ大人気のプリン、今日はもしかしていただけるってことですか、これ。僕はい、ご用意いたします。ありがとうございます。すいません、甘いものには目がないので。よかったです。もともとね、目が小さいんでね、目がないっていうところもありますけども、じゃあ早速プリンいただいてもいいですか。これあとご一緒にハンドドリップコーヒーもぜひいただけるんですか。すいません、ありがとうございます。コーヒーもね、目がないんで。ぜひ。そうなんですよ。じゃあコーヒーとちょっとプリンいただいてもよろしいでしょうか。はい、プリンとね、コーヒーということで。さあ、じゃあすいません、いたします。はい、ありがとうございます。ハンドドリップコーヒーの浅いりのホットとプリンでございます。ありがとうございます。プリンが来ましたけども、何か上に乗ってますけども、まずはね、やっぱ、コーヒーのお店ということで、すごく香ばしいですね、香りが。
それではお味の方いただきたいと思います。ちょっとね、酸味を強めのを僕がいた、頼んだんですけども、すいません、いただきます。おいしい。こうちょっと喉の奥にこう抜けるような酸味ですかね。こちらでしょうか、プリンでございます。早速いただいていいですか。はい、ありがとうございますね。これ一緒に全部一緒に行くのが一番おすすめですかね。おすすめです。わかりました。じゃあちょっといただきましょう。あ、ちょっと少し弾力のあるプリンで、カラメルいっぱいつけた方がおいしいですよね。おいしいです、ね。じゃあいただきます。おいしいです。あ、よかったですこれカラメルソースとプリンと上の生クリーム、この三味一体、まさにユイね、ユイっていうのがあるんですけど、あの三ノ渋谷の今年のねスローガンなんですけど、そう、個々の力を全部合わせて、チーム全体で戦っていこうよってことでユイっていうことなんで、これまさにユイです。オールインでございますね。余計な材料が一切入っていない、うん、昔ながらのっぽいプリンを、口に残るむっちりした感じ、そう、むっちりした感じそうだな、むっちり具合で言うと、なんだろうな、ジョシュ・ハレルソンの二の腕ぐらい、こうむちっとしたね感じ、歯ごたえのある感じね。ジョシュ・ハレルソンという選手もいるんですけど、渡辺良介選手は顔は分かります。そう、可愛らしい顔したね選手なんですけどね。ぜひね、リュウちゃん、これプリンとコーヒーね、おすすめですよね。はい、こうカラメルソースもねさらっとしてるし、生クリームも全然甘すぎないし、すごくね美味しいです。もうコーヒーと一緒にいただいたら最高なんじゃないかなという感じでございますね。どうもありがとうございました。美味しいプリンに美味しいコーヒー、どうもありがとうございました。ということでですね、今回はですね、渋谷にこんなね、素敵なお店があったってね、僕全然知らなかったですけどもですね、スタコーヒーさんと&Cさんをですねご紹介させていただきましたね。リュウちゃんね、すごいいいお店だし、すごいコーヒーも美味しいから必ず来てね、絶対行ってね。はい、ということでですね、このサンロッカーズ渋谷の選手に、渋谷を案内してみた企画はですね、今後もですね、皆さんからツイッターでですね、情報を募集しておりますのでですね、皆さんその時はまたご協力お願いします。そしてですね、うちのお店、ロケ大歓迎だよなんていうねお店がありましたら、そちらもですね、ご連絡いただければ嬉しいなと思います。さあ、今回はですね、渡辺龍ちゃんにですね隠れ家的なカフェをご紹介しました。ご紹介させていただいたのは私、三の数勝手に応援芸人の柘植でした。どうもありがとうございました。龍ちゃん絶対行ってね。一回来てほしいですね、とにかく一回ね。でその一回のチケット払うのもなっていう方は、僕にツイッターでも何でもいいんで DM ください。その時は僕の少ない給料からあなたの分をご馳走します。一回見たらハマりますから。でもルールもよくわかんない、何やってるかよくわかんないけど、一回見たらハマりますから。なぜなら常にドラマがありますから、1分1秒24秒という時間の中で攻めてますんでね、その中に必ずドラマがあるんで、来たことない方絶対に一回来てください、来てください。